今日もですね、西宮神社の方へ来ています。はい、新緑がねすごいなんかね眩しくって、いいお天気でね、まあ緊急事態宣言の延長とかもあってまたねちょっと人の方も少ないんですけども、でも本当にこの日差しがねすごく柔らかくって新緑がね反射して本当に気持ちいい朝を迎えています。はい、そしてねこの神社の中ね鎮守の森といいましてこの奥側にねすごいねいい森がたくさんありましてですね、そこに、まあ、地主神とかねこの土地の、神様がね八百万の神がたくさんいらっしゃってね、そういうところに、足を運んで、しっかりそのね土地のエネルギー感じる、そして歩く時も足の裏でちゃんと呼吸をしながらね歩く、そして足の裏から吸ってそして吐いて吸って吐いてのね呼吸をしながら歩くということがすごく大事になります。この神社っていうのはその土地のね、エネルギーこう囲い玉垣で囲ってですね古代からずっとこのいい木を、宿しているところになります。そしてこの本殿のところでもねこのピューッとね光の柱がね立ってるんですね。そして天とつながるようなそういう場所になります。まあねこういうコロナ禍だからこそ自分の邪気、自分自身の中にもうさまざまな想念が湧いてきます。それを払い清める、そしても大地にはーっとお任せをしてそして自分自身をクリアにしていくっていうのはこれすごく大事なことになります。ね、この光の柱立ってるところ本殿の真ん前でなくってもずっと照準を合わせてねロックオンする感じでピューッと指先から光を出していく、そしてその神様とのそのエネルギーにねつながっていくっていうことが大事になります。そしてもう外の神様にお願いをしたりとか、何かこう変えてねとかいうことではなくって自分自身がどうこれから向き合って自分と向き合いそしてどんな人生を送っていくのかそしてこれからどうしたいのかっていうことね、そういうことをちゃんと、表明してですね自分のうちのこの神様とそして神社の神様のエネルギーと共鳴を起こすっていうことが大事な神社の参拝になりますのでね、そういうおつもりで参拝していただけたらすごくいいと思います。そしてこの、自然の中に身を置く、そして自分自身の気持ちをクリアにしてそして世の中をもう一度見直してみる、すると今まで見えてた世界と違う世界というのがね見えてきますのであくまでも自分自身をみそぎ払いクリアにしてね、自分自身のエネルギーをゼロ化していくっていう、そういう場所であるということですね。なのでお家にいながらでもいいんですけどもこういう場所に来てですね、自分自身をもう一度見直し聞き直しですね、そして、新たな自分自身になってもう一度、社会を見てみる、昔から神社のことをお宮さんというようにね参道を通って、そして来て神様といろいろお話をしてエネルギーの共鳴を起こしてそして新たな自分自身ですね、みそぎ、浄化したりそして、新たに何かお力をいただくこともあります。そして新たな自分自身になってもう一度参道を通って現実の世界この世へ帰ってくる要は生まれ変わりに来るようなねそういう場所になりますのでね、大切に大切にこの場所をしたいし、そして、大切に、そういう気持ちでね、常にお参りをしたいなと思うわけなんですね。本当に日本によか生まれてよかったと思います。こういうね神社というねこういう素敵な場所もう何千年も前からずっとね受け継いできた場所になりますので、これからも子どもたちにねこういう場所なんだよということもお伝えしながら、生きていけたらいいなと思います。今日も本当に子どもさんたくさんねいらっしゃっていいかなと思います。ありがとうございます。ひふみよいむのよこともちろん。